ABC ミュージックパラダイス月曜日、今夜ゲストにお越しいただいています。いこの方です。シンガーソングライターのゆりかです。お願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。ミューパラ月曜日、そうですね、はい、2回目のミューパラ月曜日で、はい、春フェスでも、はい、ご一緒しましたので3回目です。いやそうですよ、お会いできるのが、めちゃめちゃ嬉しいです。嬉しい、ほんまに、ね、マリナさんと藤井さんにお会いできるのを、はい、めちゃめちゃ楽しみにしてました。ほんまにありがとうございます。いやいやいや、もうそんなそんなそんな、私だけ名前で呼んでいただいて、あああのね、それは俺も感じた。いつの間にあなたたち距離を縮めたんでしょう。コラ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 、よろしくお願いします。お願いします。ゆるかさんの今日の衣装といいますか、はい、服もまた素敵なワンピース、ワンピースですね。なんか黄色と青の、ねえ、フードのとこは青で、あ、そうなんです。ねえ、黄緑、そしてお花が、ね、はい、しっかり描かれた。ヒーローみたいって言われたんですけど。あ、確かに。色合いね。ここにちょっと、ここってか胸のところに赤いの、あのなんかついてたらウルトラマンみたいな。ぽいよね。ピコンピコンなるところあれば。世界をアーティストはね、はい、ヒーローですからね。ねはい、あのブーツをしっかり今日履かれてたんですけど、はい、マイネーがね、ゆりかさんも足まってやるかなって悪い顔してたんですよ、さっき。あの足つぼはあるんですよ。さすがな、さすがな。チャンピオンシップで、はい、足つぼあのやってまして、はい、いやでもめっちゃ痛かったんですけど。痛いんですか、ゆりかさん、どうですか。いや、どうも、さすがに。もう僕よかった、もうブーツ足元見たら結構あの、紐しっかり結ばれたブーツやったんで、よかった、もうこんなもう、脱ぐの大変。いや、もう、やりたいってみですか。え、いいですか、やってもらって。いいですか、ありがとうございます。おーい、マリハラやぞ、これは公開マリハラ。いや、ゆりかさんしなくていいんですよ。おい、そんな積極的に足元片付けてたのを出してくな。いや、ゆりかさん体張るとこちゃうんですよ。アーティストさんは滑らかで、はい、こっちが痛い、痛い、痛い。何をやらせんの、何を。今ね、ゆりかさんが足マットの前に行きまして、今右足から足マット、左足からどっちでしょう、右足から乗りました。さあ、ええ、あれ、あれ、表情は何も変わらない。一歩二歩、一歩二歩前に進んでいる。あ、痛いけど、はい、痛いけど、あ、全然我慢できる。ちょっと足を上げて一歩、あ、痛いところがあります。痛いところある、かかったとか痛い、あ、痛い、痛い、痛い。でもすみません、もうけど痛ってゆりかさんは決してです。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、しなくていいのよ。でとかに問題があったら痛いんですか。はい、あの健康に問題があると痛いです。あ、マジですか。そうで、先週も足マットしたんですけど、はい、先週はマリネが全く痛くない、余裕シャクシャクやってたんですけど、今週はこのマットの上でこう歩くっていう、それですっごい痛がって、その腹いせですよ。いや、腹いせじゃないよ、腹いせや、今のは完全レッドカード。ゲスト何をさせてるの、健康チェックをしようと思って。健康じゃなかったですね。だんだんね、これ足裏がポカポカしてくるんで。でもなんか今になって痛いっていうか、自分では痛いですね。大丈夫です、はい、大丈夫です。もう本当に歌っていただく前にはポカポカぐらい。何よ、ちょうどいい。今日ゆりかさん生歌ね、披露してもらいますので、リスナーの皆さん楽しみにしていただきたいと思います。ミューパラは去年の12月6日以来で、はい、春フェスはまあ4月にあったので、はい、まあ、本当に3度目ということになりますけど。本当にありがとうございます。どうですか、ここ最近は。ここ最近はもう本当にそうですね、いろいろあったんですけど、はい、あの先日9月にハーサパークっていう、はい、そうなんですよ、23日から25日の3日間、はい、弊社 ABC で朝の情報番組、おはよう朝日ですのイベントがね、はい、はい、ありまして、ゆりかさんもそこ3日間、はい、3日間、ね、出演させていただいて、3日間あの2曲毎日歌わせていただいたんですけど、はい、ほんまにおはーサパークの来場者数が本当にすごかったみたいですね。たくさんの方がずっといらっしゃって、ね、私ほんまに初めて、人生で初めてあんなにたくさんの人の前で歌ったんですよ。それがおはーサパークですごい幸せでした。ねえ、スイタの万博公園、あの広い広いところで入場制限がかかるぐらい、もうだから何千人規模で来てくださって、お客さんが、視聴者の皆さんがね、常にお昼以降からもうなかなか入ることが難しいみたいな感じ、うん、ね、で初日はちょっと天気悪いかなっていうところでも、まあまあ、 あの曇りで乗り越えて、2日目3日目はもう快晴でしたから。快晴でした。いやー、またロケーションがいいですね。いや、本当にすごかったです。あの目の前にバーってたくさんの方がいて、その奥に沖田くんの風船、めっちゃでかい風船がありましたね、ボーンってあるんで、はい、あ、これはお母さんの夢の国やみたいな感じの景色で、ほんまに私が人生で見てきた景色の中で一
番大きな景色で、そんなとこでね、あの歌わせてもらって、ほんまに3日間も幸せな思いさせてもらって、めちゃめちゃ嬉しかったし、それを機になんかもっとこれから大きくなっていきたいなっていう自信もすごいなりました。初めてなんかこのまぶしい朝日を聞いてくれた人がこんなにたくさんいたんやっていうのを知って、すごい嬉しかったです。改めてこうテレビでね、まあ、毎朝流れていて、はい、そんな中で視聴者の皆さんのリアクションってやっぱりテレビラジオなかなかイベントがない限り感じ取られないんですよね。そうですね、はい、でもその中でそのイベントやっぱりゆりかさんのアーティスト人生の中でも大きい節目になったんですね。いや、とても大きかったです。本当にちっちゃい子供とか私が歩いてたら、あ、ゆりかさんみたいな言ってくれて、一緒に写真撮ってくださいみたいな言ってくれて、私すごいと思ってちょっと認知されてると思ってすごい嬉しかったです。ありがたいです。はい、今はその来月のですねワンマンライブに向けて、はい、ストリートライブにも力を入れてるということで。いや、そうですよ、はい、私見かけたんですよ。いや、だからびっくりして、しかも神戸ですよね。いつですか。あれ、いつやったかな。あれ言ってましたね、マリニー以前ね。はい、先月やったかな。いや、やりました。やりました。はい、兵庫いると思って三宮体揺らして聞いてたんですけど、でも気づかなかった。ごめんなさい、全然その後お仕事でちょっと時間がなくてご挨拶はできなかったんですけど、はい、そう、ありがとうございます。友達の、私の友達もゆりかさんを見かけると、はい、すぐ写真を撮って送って、はい、心が穏やかになりました。いやー、めっちゃ嬉しいです。もうどんどん見かけております。さっきミープラのスタッフさんも 見たって言ってはりました。本当ですか。いや、ゆりかさんの SNS でも、はい、結構こう映像で出してるじゃないですか、はい、そうですね、路上ライブの様子で、はい、お客さんが結構集まってっていうところで、なんかめちゃくちゃいいなと思って、はいはいはい、嬉しいです。いや、そのなんか普段ライブハウスで出会えない人がやっぱその大阪駅とか路上にはいるので、はいはいはい、そこでの出会いを少しずつやっていけたらなと。ストリートライブでの魅力ってやっぱそこになるんですか。いや、出会い、そうですね、本当にたくさんの出会いがあって、そこからいつかライブハウスに来てくれたりするお客さんがいたりとか、今は本当に ABC ホールに向けて知ってもらえたら、はい、ABC ホールのこと知ってもらえたら嬉しいなっていう思いもあるし、はい、っていう思いで、はい、今日はシンガーソングライターゆりかさんをお招きしてね、お届けしてるんですけども、はい、今日ミューパラ月曜日のメールテーマ設けてまして、はいはい、ちょっと贅沢した話でリスナーの皆さんからこうメールもらっているんですけど、はい、ゆりかさんどうですか、日常の中でここ最近でもいいですし。もうまさに今日が私の贅沢デーで、はい、贅沢デーで、この前に、はい、本日大阪城ホールで、はい、ノラジョーンズさんのライブを見てきました。あら、ちょっと待って、ごめんなさい、今福井アナはですね、非常に今勘違いしてまして今日って言ってくれて、そんなミューパラに出てくることを贅沢って言ってくれるんですか。大切ちょっと待って、そこから大阪城ホールのノラジョーンズさんのライブから、ここに来たことがもう贅沢ですから、僕がフライングリアクションしたから、フライングリアクション失礼しました。じゃあミューパーもですけど、ノラジョーンズさんのライブどうでしたか。はい、そうですね、そっち、めちゃめちゃ感動しました。なんか、そのやっぱ日本語じゃないから言葉がわからないけど、はい、その言葉がわからなくてもその言語を超えて感動が溢れてきて、はい、最後から1曲目の曲とかもなんか気づいたらなんかボロボロ出て泣いてました。ボロボロみたいな、マスクぐちゃぐちゃなる、やばいみたいな、なんか言語を超えてなんか歌声がすごくて本当に感動しました。語彙力、じゃあもう音楽はやっぱね国境関係ないですね、本当にね。いや、全然関係ないんやなって思いました。日本語の歌詞で通じるものもあれば、それをこう超えてグッとくる、直接心にくるのもあるんですね。やっぱりね、歌声に魂こもってたんでしょうね、それは。もうすごい、すごいです。語彙力がない。いや出ないぐらいですよね。でミューパラも入れてるそうです。いい幸せでございます。本当にもう贅沢です。もう嬉しいです。本当に今日ありがとうございました。出演させていただいて、いろいろお話伺ってきましたけれども、はい、今日はですね、ゆりかさんに生歌披露していただくということで、スタジオの中でセットも準備されてもらって、はい、してもらってね、ギターも持ってきてもらってということで、楽しみです。
それではゆりかさん、はい、準備スタンバイお願いします。 ありがとうございます。はい、お願いします。いやーマリネ贅沢よ。我々僕が来るから絶対、はい、ゆりかさん今あのね、ほんまに何させてんのよバカシンガー。でも私広げたところがさ、はい、バリバリ痛い方のさいやもうゆりかさん、そ体張らなくていいんですよ。今日はもう歌っていただくことに集中していただければもうそれで十分なのに、何をさせてんの本当に。でも福山本当に今準備していただいて、はい、あ、もう OK になったらいつでも言ってくださいね。あ、あ、大丈夫そうです。あ、もう大丈夫ですか。スタンバイ OK ですか。はい、はい、それでは曲名とともに、はい、ゆりかさんよろしくお願いします。お願いします。ABC テレビおはよう朝日です。番組テーマ曲を2年間務めさせていただいた朝に元気が出るような曲です。眩しい朝日。おはよう
最高最高じゃないの。あのナオニおじさん、はい、目の前での手拍子がもうおじさんなのよ。何でも自然に出ちゃうのよ。私のおじいちゃんとかそっくりやったもん。でもさ、やっぱすごいのは、私のね、はい、こんなナオニおじさんがいてもですよ、うん、はい、あのもうちゃんと目で、はい、あなたのために出せますよって、うんうんうん、もう届けてくれるところ、うんうん、あ、嬉しい。5秒に1回目やってた。すいません、嬉しい、よう笑わずに歌ってくれなんでやろ。いや、いいよ、なんで引き込まれてたのよ。どうしてたんです。めっちゃなんか笑顔で弾いてくださってて嬉しかったです、はい、ありがとうございます。笑顔になるよ、これは。あのスピーチライブ見た時に、うん、こう思い出したんですけど、はい、あの時もね、こう目でこう訴えるじゃないですけど、はい、あの本当に一人一人にこう届けよう届けようっていう、うん、そのゆりかさんの表情が見えたのを思い出して、うん、あ、これはライブが楽しみだなと思いました、うん、本当に。ゆりかさんもストリートライブからライブ会場に来てくれるファンの方も多いっていうね、お話されて、まさにそれがね、はい、多分通じてるところがあるんでしょうね。頑張ります。いや、ありがとうございます。いや、ちょっとよかったね。すごいよかった。よかったね。本当に何回聞いてもいいですね。いや、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、お話もしましたけれども、はいはい、そんなゆりかさん、はい、1ヶ月後には大きなイベントが待っていましてですね、はい、ゆりかホールワンマンライブ @ABC ホール、うん、はい、眩しくて強い未来へが開催と、はい、ということで、はい、11月14日、はい、月曜日、はい、これゆりかさんお誕生日なんですね。誕生日です。11月14日月曜日夜7時開演で、はい、大阪の、まあ、ABC ホールで行われるということで、まあ、ここに向けてって序盤でのお話もありましたけども、はい、改めてどんなライブにしていきたいですか。本当にあの今までそのずっとライブハウスとかでライブしてきたんですけど、うん、今回初のホールワンマンライブということで、うん、はい、まあ、おかよわさひですの番組テーマ曲が2年間ね、うん、あの皆さんに聴いていただいたということもあって、一つの目標の ABC ホールが、うん、あの今年絶対にあの叶えて、また次のステージ、もっともっとたくさんの人に知ってもらえるようになりたいなっていう、すごい意気込みがとてもとてもこもった大事なライブなので、あと私が本当にバンドが好きだったりして、ホールにライブを見に行った時に、あのこんなすごい景色、あのお客さんからの景色がすごく、それでさえすごい感動ですごくて、なんかステージ側からの景色がどんなんなんだろうと思って見てみたいなって、自分のいつか単独でやりたいなと思って、一つの目標の ABC ホールに今回絶対完売させたいなと思ってます。だから皆さんに来てほしい、もうとってもとても集大成のライブです。もうそれを誕生日にぶっつけたんですね。そうなんです。集大成であり、ある意味ここからまたステップアップへの始まりっていう、そうですね、新たなスタートでもあり、大事なライブです。11月14日月曜日、はい、夜7時開演、大阪 ABC ホールなんですが、はい、お席がですね、はい、クジラ席、前売り6000円でお土産付きの限定枚数、はい、前の方の席となってまして、これがクジラ席と呼ばれていて、イルカ席が前売り4000円の席、はいはい、これクジラとイルカはどういう、あ、クジラがその、はい、席の、ま、前方あたりの席でお土産が付いてるっていうので、はいはい、うん、あのクジラで、それ以外の席がイルカ席って感じなんですけど、なんでクジラとイルカってことですよね、うん、はい、名前、お名前が気になる、はい、お名前、海の哺乳類、なんか海の哺乳類私が結構最初にあの活動始めたての時に青いクジラっていう曲を出して、はい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 、そこからの私のなんかグッズとかトレードマークがあのクジラの人っていうイメージでずっとクジラなんですよ、はい、でそこまでそれをずっとあのクジラ、ここまでクジラできて、うん、で今回あのすごい応援していただいてる方とか、はい、あのクジラが私のやっぱトレードマークと思ってる方が多くて、うん、であのクジラとクジラを作るんやったらイルカもあった方がいいなと思って、クジラとイルカって体の大きさの違いですだけなんですよ。あ、そうなんですか。あの、あるイルカはとある一定のあのメートルを超えたらクジラになるんです、うんうん、でクジラがあのイルカより水深1000メートルか3000メートル深く潜れるんです。詳しい、はい、なんかよりなんか深い人はだからクジラで前っていうことにしたいなと思って、でイルカはあの
はい、いい感じの、まあ、素敵に、はい、楽しんでもらえたらと思って、はい、でもちょっとクジラ席が好評で完売になってます。ありがとうございます。すでにクジラ席は完売となっている、はい、イルカ席はまだ、イルカ席はあるので、はい、もうぜひミューから来て、少ないですけどもあるということなので、はい、いいなと思っている方はぜひゲットしてほしいです。我々も行くつもりでおりますので、やらせていただきます。本当ですか？はい、ありがとうございます。泣きそう、ありがとうございます。そんな、そんな、そんな、泣かないで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 、ありがとうございます。誕生日、素敵な誕生日になること、我々もすごく応援してますし、期待してますし、楽しみです。ありがとうございます。めちゃめちゃ、あの、この日はね、バンド編成、いつもさっきは弾き語りで歌ったんですけど、この日はバンド編成なんで、もっともっとパワーある、あの、楽しいライブをお届けできるかなと思います、うん、はい、で、はい、この、ABC ホールで行われる眩しくて強い未来へ、はい、ホールワンマンライブまでの間で、はい、ゆりかプレゼンツ、はい、ABC ホールまでの燃え上げ企画も開催中という話なんですよね、はい、そうなんです、はい、これが、9月から10月か、はい、9月ですね。こちら第3弾になるんですけど、10月の30日に心斎橋にある歌う魚っていうライブハウスで、あの、今までお世話になった同じシンガーソングライターさんたちに背中を押してもらおうという大事な企画があったりもして、エビシホールに向けて、どんどんね、してもらえたらと思って開催してます、うん、はい、10月30日日曜日なんですよね。30日日曜日、これが18時スタート、18時オープン開演で、スタートが18時30分に始まっていくと、はい、でチケットが3000円で、学生料金が2000円 で、マイナス1000円で、はい、学生の方にも見てもらえたら嬉しいなっていう思いで、ワンドリンクはまた別料金となるわけなんですけども、はい、あ、なるほど、 ABC ホールまでの盛り上げ企画で、盛り上げ企画で一緒に好きなアーティストさんに盛り上げてもらってます、はい、うん、ということでこちらも楽しんでいただきながら、はい、まあ、はい、最終目的地といいますかね、その誕生日11月14日のこのワンマンライブにもぜひ、はい、どうかどうか来てほしいなという思いを込めて、いろんなことをやってますので、うん、あのね、どこかで出会っていいなと思ってくれた方は、はい、春フェスで出会って聞いてくれた方は、で今日また出会ってくれそう、うん、買ってほしいなと思います。買ってほしいでおかしいですね、来てほしい、いやいや、でもそうですよね実際にチケット買って会いに来てほしいってことですね。会いに来てほしい、生で見に来てほしいなと思ってます、はい、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、ぜひ足を運んで、我々もね楽しみにしてますので、はい、ありがとうございます。嬉しいです、ほんまに、ありがとうございます。お別れの時間も近づいてきたんですけども、はい、ミューパラ月曜日、リスナーの皆さんにゆりかさんからメッセージ、はい、そして最後、あの、一曲ゆりかさんの曲をお届けしたいと思うんですけども、はい、はい、まずメッセージいただいていいですか。ありがとうございます。あの、ミューパラの皆さん、いつも、あの、音楽聴いていただいてだったり、あの、今回もゲストでね、出演させていただいて、本当にいつもお世話になってます。あの、これからもっともっと大きくなれるように頑張っていくので、あの、応援してもらえると嬉しいです。聞いてもらえて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。で、曲紹介、はい、そうですね最後一曲ゆりかさんの曲をお届けしてください。はい、今回 ABC ホールへのタイトルが、うん、眩しくて強い未来へっていうタイトルで、うん、ここからもっともっと眩しくて輝けるように頑張っていくぞって思いを込めてなんですけど、眩しい朝日からつないで、輝く未来へって曲があるので、最後にそんな曲をお届けしてお別れにしたいなと思います。今日は本当にありがとうございました。ゆりかでした。今夜のゲスト、シンガーソングライターのゆりかさんでした。ありがとうございました。わかっていてもペンを握れず見つめた天井、雲さ窓を揺らす冷たい北風、ぬるくなったホットカフェ、俺弱音吐きたくなった、壁のカレンダー赤い印、嘘字で書きなぐれりと負けるなんて言葉、こんなとこで止まるわけにはいかない、うん。
ミュウパラ。